私も時代劇に出て綺麗な着物を着てみたいです。日本紹介番組の案内役に私が選ばれるなんて光栄です。この機会にぜひ日本の美しさや大和なでしこを紹介したいと思うのですが、どのように伝えるのが効果的でしょうか、仕掛け人様。優雅な動きならお茶を立てるのに